はい、こんばんは、長澤です。今回はですね、ついにこちらの中空ゴムタイヤで作るペラタイヤ完成編でございます。前回の動画で作ったこちらのホイールと、その前に切り出したこちらのゴムですね、ゴムタイヤ、これを組み合わせていきたいと思います。ただこの普通のこちらの台形ナローライトウェイトホイールですと、ちょっと緩いですね。ちょっと緩くて多分外れちゃうので、これを両面テープで留めていきたいと思います。こちらはね、ミニ四駆マルチテープで切り出した 10mm ぴったり、でこちらのホイールもほぼ同じ、ほぼ 10mm ということで、 10mm の両面テープで、くっつけていきたいと思います。これを4つやっていきます。はい、こんな感じで、完成いたしました。でこちらのホイールについて、2つ、加工をすでに行っております。で1つ目がですね、はい、こちらの軸ですね、軸ちょっと見えるかな、この真ん中のところ軸をすでに貫通させております。これはですね、1.8mm の鉄鋼用ドリル、これを使って、ボール板で垂直に穴を開けております。ピンバイスでやるとちょっと斜めになっちゃうんじゃないかなっていうのが心配だったんで、ボール板で開けております。で、シャフトがだいたい六角で 2mm なんで、1.8 で、ちょっときつめに食い込むぐらいでいけるんじゃないかなということで 1.8 にしております。で 1.9 とかだとね、なかなかその辺では売ってないので 1.8 にしたっていう、そういう理由もありますけどね、とりあえず 1.8 にしてあります。でもう一つがですね、こちらのゴム、グリップが高すぎる、強すぎるっていうことなので、日光に当てました。で朝から晩まで1日だけ当てたんですけども、今日結構天気良かったんで、なんかね硬くなってる感じがします。で、これにもともとついていた、このホイールについていたこちらの台形バレルタイヤですね、これちょっと柔らかいやつ、黒だからね柔らかいですけども、これと比べるとね、すでにこっちの方がグリップ強い感じですね。机に擦った感じですけど、あんま変わんねえかな、あんま変わんないかもしんない。フロントは特にね、もう一回っていうか、まだあと3日4日ぐらい大会まであるので、ちょっとねグリップの方試しつつ、まあフロントは多分毎日日光に当てていくと思います。これをね今組んでしまうとちょっと日光に当てるの大変かなと思ったので、とりあえずねこれ以外のところを、シャフトをこう打ち込む以外のところをね、改造をこうちょっと進めて、大会向けのマシンを完成させたいと思います。はい、ということで、こちらのペラタイヤ作成、これで完成でございます。今回はね完成編ということで、ペラタイヤ、切り出したゴムをホイールに装着してみたという動画でした。また見てねー。